警察を行う白人とインディアン1880年代、整列するアパッチの石膏隊員、アパッチの石膏隊員、ナバホの石膏隊員、ハイログマを仕留めたカスター。左はカスターの片腕、アリカラ族のブラッティナイフ酋長。ブラッティナイフは石膏隊員としてカスターの信頼が扱った。インディアン石膏隊とはインディアンで構成されたアメリカ陸軍の石膏部隊。 インディアンと一口に言っても、その内容は、多種多様な民族の集まりである。ヨーロッパ人がアメリカ大陸に到来したとき、彼らは互いに同盟、あるいは敵対関係にあった。白人たちがあるインディアンの一部族を攻撃するとき、その攻撃対象とは敵対する別の部族は、白人の側について参戦することもあった。白人たちは、こうしたインディアンたちを雇い入れ、 軍に組み込んでいった。すでに1636年に発生したピクオート戦争ではイギリス人入植者が攻撃対象のピクオートと敵対するモヒガンやナラガンセットと同盟を結んで共に戦っている。アメリカ陸軍が正式にインディアン部隊を軍編成に組み込んだのは1866年7月28日のことである。この日、次のような法令が アメリカ議会で可決された。大統領はインディアンを石膏隊として雇用することを承認する。インディアンの人数は1000人を超えないこととする。雇われたインディアンは、騎兵兵士の給料と手当を受け取る。インディアンは司令官の裁量で雇用あるいは解雇される。この1866年の合意以前にも、 アメリカ軍がインディアンを雇用することはあったが、彼らはあくまで臨時雇いの扱いであり、兵士ではなかった。この法案成立以後、インディアンは短期間の戦闘時にだけ雇われる者もいれば、正式に兵士として軍に雇用される者もいた。正式に軍に加わったインディアンたちは、軍の余剰在庫から古い型の制服を与えられた。これらの在庫は、様々な時代のものが混ざっていたため、 規制は緩く、インディアンの中には、伝統衣装を身につける兵士もいた。1870年に、第三期兵隊のワーク隊は、アリゾナのアパッチの石膏の格好について、ほぼ裸で、彼らの唯一の衣類は、モスリンの布、一体の先の尖ったモカシンとタカの羽の帽子と、書き残している。1902年、新しい規則が導入され、インディアン石膏は、 規則的な新しい制服を受け取った。インディアン戦争において、インディアン石膏隊は、白人の兵士が何の痕跡も見つけられないような硬い、地面からも、馬が通った痕跡を見つけることができたという。また、馬糞の水分量から、馬が通ってからどれくらい経っているのかを知ることもできた。また、インディアンは、足跡と馬の尿の位置から、その馬が押すかミスかも分かったという。 インディアンは男はボバに女はヒンバに乗る習慣があったためこの馬の性別を推測することで追跡している適性に女が含まれているかどうかも判断できたというインディアン石膏隊は頼もしい戦力であったがアメリカ軍にとって最大の懸念はインディアンが信用できないということであったその懸念が現実のものとなった事件が一つある19世紀 アリゾナ巡州でアパッチを攻撃していたアメリカ軍に反乱が起こった。インディアン石膏隊に属していた3人の兵士がアパッチ出身で、さらに敵方に親族がいたのである。彼ら3人は親族から味方についてくれるように相談を受け、結果としてその要請を受け入れて軍に反旗を翻した。彼ら3人は軍法会議において処刑された。やがて西部開拓時代が終わり、 フロンティアが消滅するとインディアン石膏体の必要性も薄らいできた。1891年3月9日に出されたアメリカ軍の一般命令第28号では石膏体の兵士を減らすように要請した。1859年から1891年までに戦死した石膏体の兵士の未亡人は1917年3月4日の法律の成立により、 遺族年金の受給資格を得た。1947年、アリゾナ州にて、最後のインディアン石膏隊の隊員が軍を退役した時、インディアン石膏隊は正式に解散した。最も著名な石膏隊の兵士として、カーリーがいる。彼は、第七騎兵連隊に石膏隊として所属しており、リトルビッグホーンの戦いにおいて全滅したカスターの部隊で唯一、 生き残った。アメリカ海軍は公式サイトにおいて19世紀から数えて石膏隊の隊員を含む12人のインディアンが名誉勲章を受章していると報告している。なお、男性だけでなく女性にもアメリカ軍に協力した者はおり、酒蔵屋などが知られている。ありがとうございます。